V5 戦車、パンター、V5 戦車、パンター、5号戦車、パンター、パンズナーキャンプフワガン、V パンサー正式番号、SDKFZ171 は、第二次世界大戦中のドイツの抽選車である。後に、V5 戦車という名称は廃止され、パンター戦車、ドク、PZKPFW、パンサー、氷戦車が正式名称となる。 1938年、ドイツ陸軍は、戦車隊の中核を担う主力中戦車として、EE5 戦車と4号戦車を統合した新たな戦車の開発計画を立ち上げた。当初の計画では、この新型戦車は、重量20トン級、5センチメートル級の戦車砲を装備した中戦車として、計画名称、VK20.00 が与えられ、 1939年10月にはダイムラーベンツ社が開発主体として選定されていい。これには後にクルップ社が加わり、さらに1940年にはマン社が参加することとなり、各社に設計案の提出が求められ、それぞれ VK20.01、D、VK20.01、K、VK20.01、M の計画名称が与えられた。各社の設計案より、 最終的に選定された車両には、p z k p f w v v 号戦車の正式名称が与えられることも内定し、設計作業が進められていたが、1941年に独ソ戦が開始されると、T-34 戦車をはじめとしたソ連戦車に、対し E-5-4 号戦車は苦戦を強いられることになった。この事態に衝撃を受けたハインツグデアン将軍は、 後に、戦車委員会、パンゼコミッションと来れることになる調査団を東部戦線に派遣し、T-34 の評価を行った。詳細な調査の後、戦車委員会は、T-34 の最大の長所は、以上の3点が重要な特徴であると結論した。この調査結果を受け、T-34 には、従来の設計思想に基づいた車両では、 対抗できないと考えられるようになり、VK20.00 計画は30トン級の中戦車の開発計画として拡大され、計画名称も VK30.02 位に改称された。VK20.00 の正式名称として予定されていた V5 戦車の正式番号は当社の開発が開発、生産中の戦車のうちで最も優先するものとされたことと、 t-34 に対抗する新型車両を開発していることを否得するために引き続き使用されたため開発設計がバイオー戦車 t が i の後に開始されたにもかかわらず番号はそれよりも古いものとなっている1941年11月末ダイムラーベンツ車とマン車に30から35トン級新型中戦車 VK3002 の1942年4月までの期限での設計が発注された。ダイムラーベンツによる VK3002、DB は T-34 の影響を大きく受けたスタイルではあるが、足回りは大型天輪とリーフスプリング式サスペンションの組み合わせであり、このためターレットリングの小型化、車体の小型化などが実現された。ンの初期案である。 VK3000 に、万、一区名称、トラディショナルなドイツの戦車と共に、両社の案は42年に1月から3月まで、フリッツ等と、後に、アルベルト・シュペイヤによるレビューを受け、両社とも、DB 案を、ヒトラーへ提案することを指示していた。しかし、最終安定室に最マン車は、DB 社の提案を参考にデザインを変更し、最終的に採用となったのは、より、 ドイツ戦車的構造である VK3000 に万の方であった。この決定の決め手の一つに、マン社のデザインは既存のラインメタル、ボルジヒの砲塔を利用できたということも挙げられる。この新型中戦車は1942年5月15日に v 号戦車パンター A 型 SDKFZ171 と命名された。 しかしこれは1943年1月にパンター D 型に変更され、A 型の名はより後の方に付けられている。パンター、パンサー、今日の名称は、先行して開発されていた重戦車が非公式ながら、ヒトラーにより、ティーガー、タイガー、トラの愛称を与えられていた後に正式名称として決定されるため、より快速で軽量な機動力の高い。 俊敏な車両として完成することを印象付けるために命名されたものである。しかし、VK3000 には当初35トンクラスの予定から設計段階で重量が大幅に増加した上、設計がほぼ完了した時点で、ヒトラーの要求で車体全面走行を6 0ト、mm、ルから8 0ト、mm、ル砲塔全面を8 0ト、mm、ルから1 0 0、mm、トルへと強化したため、 当時の重戦車クラスの約45トンの重量を持つ中戦車として完成たそのため当初予定していた最高速度は時速 60km から時速 55km に低下しており、重量の増加はその他も様々な問題を引き起こしている。本社はそれまでのドイツ戦車と違い傾斜した走行を持っており、 70口径 7.5cm KWK42 という強力な対戦車兵器として56口径 8.8cm KWK36 よりも近距離であれば高い走行貫徹力を持つ戦車砲を搭載していた。また、T ー同様に幅の広い理体、挟み込み式配置の大きな天輪で車重を分散し、設置圧を下げる工夫がやれ、これは、 車体側面を守る補助装甲の役も与えられている。パンターの車体上部は、前面、側面及び、後面の前面にわたって傾斜が付けられており、左傾視を追求したデザインとなっている。ただし、強力な前面装甲に対し、側面装甲は、半分程度の厚みで、特に、DA 型は、燃料タンクのある、車体後部をたやすく射抜きされ、炎上することがあった。ただし、 側背面の装甲が薄いのは、本戦車に限ったことではない。主層乾板は、初期生産者に限ってはニッケルを一切使用しない、装甲板を使用、王式という特殊な焼き入れで、表面効果を行い、さらに高周波表面効果を施して、強度を保っていたが、後に、この処理を止めており、特に G があったからは、全車が、表面効果処理を廃止している。 ただし走行圧の薄い側面走行には表面硬化処理が施されている。イギリスが露覚したパンター DA 型を調査し、結果、主走行には表面硬化処理が施されていなかった。また、ドイツ軍の火炎焼き入れ後半規格において、パンターの主走行圧である 80mm 規格は1943年末には廃止されている。天輪の上に露出している車側部は、 射撃試験の結果ソ連軍の 14.5mm 対戦車ライフルに射抜きされる恐れがあったため、量産型ではこの部分を覆う補助装甲であるシュルツェンが装着された。サスペンションはトレーディングアームとトーションバースプリングの組み合わせを採用しており、1アームあたり2本のトーションバーを用いた折り返し式、通常の形式に比べてトーションバーが2の長さを持ち、 アームの稼働量が大きいとして高い地形へ、追随能力を持っていた。これにより当時の戦車としては強力なエンジンと合わせ、機動力も高かった。しかしトランスミッションは改良を加えたとはいえ重量に対して規制なものとは言えず、放棄されたパンターの故障原因に最終減速ギアの損傷によるものが多いことが記録されている。故障の少ない試作品もあったものの、 それを作るための工作機械が足りないためやむを得ず、改め設計し、それが、あだとなって故障が続出したとも言われている。この箇所は解説系が繰り返されたものの、最後まで万全と呼べる状態にはならなかった。移設としては、制裁効率向上のため、徹底して、従来から、ある共通部品を使用するために専用部品の製造を避け、 やむを得ず不適切な部品を無理やり組み込んだというものがある。このため従来の戦車よりも重くなって負荷が大きいにもかかわらずヘリカルギアではなく旧来の平ら歯車を組み合わせたため乱暴なギアチェンジで歯が欠けて故障を多発する原因となったということである。初期生産型にあたるパンター D 型の第250号車までは マイバッファ V12 型 HL210P30 エンジン 650PS3000rpm が搭載されていたが、第251号車以降はマイバッファ V12 型 HL230P30 エンジン 700PS3000rpm が搭載されている。この HL230P30 エンジンは通常の V 型エンジンと異なり、 両シリンダーバンク1が長手方向にオフセットされておらず、コンパクトさを特徴としたが、逆に故障を促進する結果となった。また、シリンダーガスケットも問題があったが1943年9月までに、シール材の改良によりこの問題は解消された。1943年11月以降に、生産された HL230P30 エンジンには、 信頼性向上のため大きな改修が行われている。たびたび故障の原因となったベアリングは1943年の11月に改良されたものが導入され改善された。またエンジンガバナーも1943年11月から導入され、エンジンの最大回転数は 2500rpm までに抑えられることとなった。このため1943年11月以降に 生産された HL230P30 エンジンは 700PS から 588PS580HP から 600PS592HP へとエンジン出力が低下しパンターの最高速度は時速 45km 程度に低下することとなった。しかし、この各種改良やエンジン回転数 出力のデチューンによって HL230P30 の故障問題やエンジン寿命は以前よりも改善された。当初クランクシャフトのベアリングは7つであったが1944年1月より8個に増やされた。最初の量産型 D 型は地タデレ、城塞作戦に間に合わせるために様々な問題が未解決のまま戦場に投入された。 重量増のため、天輪や軌道輪、変速機など駆動系に問題が多発。また、機関部の加熱問題に対処するために新たに開発されて装備された自動消火装置の不具合により燃料漏れによる火災事故も発生し、二両が戦わずして全焼全損するなど稼働率は低かった。また最初にパンターを装備し実戦投入された第一点五に戦車大隊は、 それぞれ既存の戦車大隊をもとに再編成されたものであったが、一握りのベテランを除く上院は、東部戦線での実戦経験のない新兵が多く、また、訓練期間も不足していた。さらに、胴体の作戦将校にも、実戦経験のある者が少なく、四季にも問題があったため、クルスク戦では十分な活躍はできなかった。後に問題点が完了され、 装甲手段の中核を担う戦車となる。それまで、ドイツ機構部隊の中核を担ってきた EE5 戦車の生産は打ち切られ、突撃砲を除いて全て本車の生産ラインに切り替えられた。1943年頃のパンターの価格は12万5000ライヒスマルクで、これに対し EE5 戦車は9万6200ライヒスマルク、4号戦車が10万3500ライヒスマルク。 ティーガーアイが30万ライヒスマルクと高性能でありながら導入コストパフォーマンスが高かった。しかし、パンターのみでは、戦車隊の損失を埋め舞台配備を充足できるほどの生産が間に合わないため、長方針48口径7.5センチ砲に乾燥された4号戦車、戦車連隊の第二大隊装備は生産ラインの切り替えを行わず、最後まで、パンター、 第一代隊装備と並行生産された。本社に登場したエースとしては、第二 s s 装甲師団のエルンストバルクマン SS 総長が有名である。1944年7月のフランス、サンロー、クータンス間の十字路で、アメリカ戦車 M4 シャーマンを立った両で迎え撃ち、近接戦闘で急量撃破、一両中破せしめ、後年の戦記では、 バルクマンコーナーの戦闘として語られている。バルクマンはこの後の2日間に、さらに15両の敵戦車を撃破、7月30日には、乗車を撃破されるも脱出に成功している。同年12月、古い D 型で、バルジの戦いに参加した、彼は、夜間、敵戦車の列に紛れ込みハッチから漏れる、車内灯ので識別し、攻撃、M4 戦車数量を撃破している。 戦場に退去出現したパンターへのソ連軍の反応は素早く、クルスクの戦いで損傷し、戦場に放棄された31両のパンターは徹底的に調査された。結果、砲撃により撃破されたものはこのうちの22両で、傾斜した、車体全面装甲を打ち抜けた砲弾は一発もなく、一方機関部付近への被弾では容易に炎上するなどの弱点も発見している。 またこの中で T-34 によって撃破されたものはたったの1両だけであった。しかし1943年後半でも赤軍戦車部隊は1941年と同様の 76.2mm 放送日の T-34 が主力のままであった。この砲はパンターの全面装甲に対して力不足で撃破するためには側面に回り込まねばならなかったが パンターの手法は、どの方向からでも、遠距離か T-34 を撃破できた。そこで 85mm 砲と3人乗りの大型砲塔を装備した T-34 から85戦車が開発された。本戦車は、パンターと対等とは言えなかったものの、76.2mm 砲装備のものより、はるかに強力であり、質的な劣勢は数的優位で補った。 T-34 の車台を使用した SU-85 や SU-100 などの新型の自走砲も投入された。1944年半ばまでには、赤軍はパンターより、はるかに多数の T-34 から85を戦線に投入していた。1944年3月23日に、 行われたドイツ軍によるドイツ戦車とソ連の t-34 から85およびイズ -2122mm 放送日の比較ではパンターは正面戦闘では t-34 から85よりはるかに優れておりパンター G 型は 200m で t-34 から85の全面走行を貫くのに対し t-34 から85は ようやく500メートルで、パンター G 型の砲塔全面走行を貫くことができる、側面と背面ではほぼ合格であり、イズマイナス2に対しては、正面では合格であるが、側面と背面では劣っているとされた。1943年と44年にはパンターは、イズマイナス2を除く、あらゆる連合軍戦車を2000メートルの遠方から、撃破でき、 ベテラン上院の乗るパンターは1000メートル以内で90%以上の命中率を達成した。パンターは、イズ -2 とほぼ同じ重量があり、実際のところはるかに軽量な T-34 より、イズ -2 の方が好敵手と言えた。これに比べ、アメリカ軍、イギリス軍の対応は一貫性がなかった。パンターは1944年初めのアンツヨの戦闘で、 ようやく初めてアメリカ・イギリス軍の前に姿を現したが、その時に使用されたのはごく少数だった。アメリカ軍は北アフリカ戦線でティーガーアイに遭遇しており、パンターもこれ同様に独立編成される少数の重戦車であり、4号戦車を支援するものと思い込んでいた。しかし実際には、その後のルマンディ上陸作戦で遭遇したドイツ戦車の半数近くはパンターであり、 アメリカ軍の M4 シャーマン戦車の 75mm 砲では、連装甲を貫けなかった。アメリカ軍は、とりあえず 76.2mm 砲装備のシャーマンと M10 駆逐戦車。1944年末頃からは 90mm 砲装備の M36 ジャクソン駆逐戦車で対応。終戦間近に、ようやく M26 パーシング銃戦車を投入した。これらの新兵器によってもなお、 バンターの全面走行を貫くことは容易ではなかった。しかしながら、ノルマンディ戦以降、ドイツ軍の優秀な搭乗員が復定していることも、事実であり、西部戦線最大の戦車戦であるアラクールの戦いでは、米軍に対して大敗を起死している。アメリカ軍より、対戦車戦闘能力を重視していたイギリス軍は、ドイツ重戦車に17ポンド砲搭載の、 シャーマン・ファイアフライと牽引式の17ポンド対戦車砲で対抗した。ノルマンディ戦の終結までにイギリス軍のシャーマンの5両に1両はファイアフライとなった。また1945年には17ポンド砲の短縮版である 77mm 砲を搭載するコメット巡航戦車を投入した。ソ連軍ではパンターを優秀な戦車と認識しており、 前線部隊ではパンターがしばしば優れた先行に対する報奨として与えられ、路角車両による臨時部隊も編成された。戦車兵たちにはパンターは大変好評であり、路角されたティーガーとパンターは修理してはならず、故障したら破壊して放棄せよとの規則があったにもかかわらず、できるだけ長く使用するため努力が払われた。ドイツ乗員のための運用マニュアルもロシア語に、 翻訳されて、露覚したパンターの乗員に支給された。これはパンターに限らないことではあるが、露覚した敵の戦車を使用するという軍からの誤認射撃を受けるケースが頻発したため、その犠牲者になることを恐れて一部のソ連軍戦車兵の中には露覚し、パンターに乗ることを避ける者もいた。ソ連軍に露覚されたパンターは、ソ連軍の他に、 おやビート派ルーマニア人によって編成された、義勇部隊、第1ルーマニア義勇士団、トドルーラジミレスク、に、他の路角ドイツ軍装甲車両と共に得られ、同士団の気候戦力として、戦闘に投入された。戦後、1947年に、ルーマニア人民共和国が成立し、同部隊が、義勇士団から、ルーマニア陸軍の正規部隊となって、気候士団に改編された後も、 装備さ、1950年代に入り、ソ連より戦車の供与が始まるまで使用された。ブルガリアは、戦後社会主義体制となり1946年に、ブルガリア人民共和国発足の後、ソ連から路角品のパンターを15両程度供与され、同じく路角品を供与された4号駆逐戦車や、数軸国時代に、ナチスドツより提供された4号戦車などとともに、 ソ連製戦車を供与されるまでの間の装甲戦力として装備している。これらの車両は1948年頃まで現役として使用され、ブルガリア軍にソ連より戦車が供与された後もトルコとの国境地帯に固定放題、統治下として配置され、1980年代まで用いられていた。また、フランスは第二次世界大戦後、 ドイツ軍の残存車両を再生したものに加えて、占領時代の工場で生産したパンターで、戦車部隊を編成している。これらフランス製パンターは1951年頃まで、現役で運用され、退役後も1961年頃まで、パリ近郊で予備保管されていた。後に少数が武装を撤去して民間に払い下げられており、 重量物トラクターやクレーン車に改造されて使用されている。大量生産されたため、稼働車両6両を含む多くの車両が現存している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。